2017尾野翔子は、北海道旭川市出身の女子アイスホッケー選手。ポジションはフォワード。既婚で、旧姓は、日本柳翔子。立命館、継承高校、日本体育大学女子短期、大学部体育学科卒業。所属チームは、国土レディースを経て、フルタイムシステム見陰グレッズに所属。勤務先は、目室町にある蕎麦屋、木山。 アイスホッケー女子日本代表に選出されている。2004年8月には、トリノオリンピック最終予選に向けた代表候補に選ばれている。2018年平昌オリンピック日本代表。2009年に、小野豊と結婚。それを機に、清水町に移住した。2018年9月14日、日本アイスホッケー連盟は、 所属する女子アイスホッケーチームの見かグレッズで中高生3人に対する指導によるパワーハラスメント行為があったとして当時コーチだったユタカに登録停止3年選手権コーチだった翔子に活動停止6ヶ月に処分が下されたその後ユタカは2021年に 証拠は2019年に処分が解除されたとみられるが、アイスホッケーに関する公での活動を行っていない。また、このことが原因で、フルタイムシステムがチームのスポンサーから撤退したため、急遽、高須活児及び高須クリニックが、スポンサーに名乗りを上げ、高須クリニック見かグレッズと解明した。ありがとうございます。